影上の関係。できた。あ。これが1920年の表参道です。明治神宮の森と造営の様子が見えると思います。5月25日の山手大空襲で町は焼け野原となり、201本あった欅はわずか13本になってしまったのです。あ、なんか本当にここの場所にいるみたいで面白いけどちょっと怖いなって感じ。震災とかなんかその空襲とかそういうことがあって何が変わっていったのかっていうのが具体的にもう明瞭に分かるので、そういうところは学習においてはすごい分かりやすいなと思います。体験してみます。あ、表参道ヒルズができた。表参道ヒルズが開業。一度中止になっていたイルミネーションも欅の木に優しい LED によって復活しました。まあ、見たり聞いたりっていうか、まあ、何しろこう五感を使って体感するといいますかですね、まあ、そういう体験学習っていうのは学習効果としてもいいでしょうし、生徒さんにとっても楽しい取り組みになるので、例えばこう宇宙を見るとかいうこともあるでしょうし、水中で生き物を見るとかそういう可能性もすごく広がるんじゃないかなと思います。かつてこの辺りは御殿と呼ばれ、武家や大名の屋敷が立ち並ぶ江戸の名残のあるゆったりとした町並みでした。